分かった気になれ。横山大観より酷評を受けた速水御舟は人物画を描くことから長年にわたって遠ざかることになります。ただし彼のすごいところは悪写実と言われながらも細密描写による徹底した写実を追求していきます。5年後には彼の代表作品演舞朱色の炎に向かい華麗な波紋を見せながらマウス型の画を描いたものです。この作品を制作するにあたり軽井沢に滞在しそこで毎晩のように焚き火をして画を写生したと言われています。それは写実性と装飾性を一体としたもので幻想的な幽玄の美を表現しています。